新規感染者数は、県発表分が1,136人、静岡市発表分が308人、浜松市発表分が315人で、合わせて1,759人です。先週金曜日と比べて574人減っていて、先週を下回るのはこれで16日連続です。また、死者は3人発表され、県内の死者は累計で、 人となりました正午現在の病床使用率は県全体で57.6パーセント直近1週間の感染者数は前の週と比べて0.70倍です。